はい、こんにちは。庄内用水。これ、名古屋市西区の、まあ、都市部の、用水路っていうかね、そこです。で、この川の中はどうなってるかというと、濁いだらけでした。もうね、濁いばっかりですけどね。まあ、あと、たまにコイもいたりして、あと、カマツカっていう魚もね、たまにいたりしますけどね。まあ、濁いはすごいたくさんいる。さ、大きさで言うと、20センチはいかないぐらいの、濁いなんですけどね。まあ、これだけたくさんいるんでね、簡単に釣れそうなもんなんですけど、釣ってる人は誰もいなかった。いないですね。まあ、ほんと地下鉄の駅降りて、ちょっとしたところの水路なんで、釣りするぞっていう釣り場みたいな水路じゃなくて、本当に街中、住宅街の用水みたいな感じですけどね。みんな地下鉄から、うちのマンションの方へ来る人歩いてくるんでね、魚釣りしてると、人いないんで、してるとちょっと奇妙かもしれない。みんな川の中覗き込んでますけどね。魚がいるのなんか見えるんですよ。なんだろうと思って水中カメラをドボンと入れてみたら、この匂いだらけだったという話ですね。名古屋市西区のね、庄内、通り周辺の庄内用水という、まあ、用水路の中の水中映像でございます。